こんばんは。10月20日午後4時になりました。208回なんですけどもですね、今日の松島、本当に朝から雨降ってましてね、最高気温の予想が18度だということだったんですけれども、ですね、上着を着てても寒かったですね。18度なかったんじゃないですかね。ということで、先ほど帰りましてね、夕刊見たんですよ。したらね、ちょっとここではね、いろいろ出てたんですが申し上げませんですね。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけれども、北信将棋会の昨年まで会長さんで今年から顧問になられた八田光三さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで北信将棋会の八田です。すいませんです。ところで、八田さん、菊作りをね、もう何十年もされてるんですけども、その菊作りされたきっかけっていうのはどういうことなんですか？やっぱりね、菊はね、国のね、象徴のね、あ、そうですよね、門にもなってますよ。そうですね。やっぱり植物をね、私非常に興味を持っとったもんですから、でやっぱりこの菊をね、作ってみんなに見てもらうというようなことで始めたわけですけども、でまあ現在まで真っ白の北信将棋会でね、30年ほど入会してやっております。長いことね、されてましてですね、大変ですよね。いやまあ、でその30年されてるんですけど、菊の寿命っていうんですか、その咲き始めてからだいぶ咲いてるんですかね。だいたい11月から10月から11月ぐらいなんですか、一番最盛期は。そうですね、種類はいいですか。種類、どんな種類があるんですか。菊はね、秋に咲くやつはね、大菊、中菊、小菊ってあるんですよ、3つね。でまあこれ植物図鑑のね、あれによりますと、種類は211種類ぐらいあります。おー、たくさんあるんですね。それで色はね、全体に赤い色が割に多いんですよ。あ、赤が多いんですか。やっぱり赤が多いんですけども、一番はね、あれは黄色なんですけどね、一応まあ全体から見ればね、赤が多いわけです。あ、そうなんですか。はい。おで、畑さん、その菊はどのぐらい、何鉢ぐらいって言うんですか、何鉢ぐらい育てていらっしゃるんですか。私はね、最初、
この会入ってからの時は大体まあ、50パチぐらいね、ずっとやっておられたんですが、やっぱりね、大変ですよね。まあ一応ね、先ほどお話したようにね、いろんな種類がありますからね、その中で私一番興味持ったの県外に行くってね。県外に行く、県外に行く。以前ね、私あの盆栽でお聞きしたんですが、垂れ下がる、そう垂れ下がるの県外っていうんですか。ですから私は大作りのね、三本仕立てと、まあ県外作りをずっと今までやってきて、現在もやっておりますがね、あ、そうなんですか。やっぱりそうすると八田さんのお気に入りは県外作りの菊ですか。まあそういうことになりますね。あとはその大きいとか、なんかこういっぱい、なんかこう丸くなるとかいっぱいあるじゃないですか。そういうのはどうなんですか。あのね、一番の菊はね、まあこの辺では新潟のね、八彦神社でね、大作り大会っていうのを、ずっとやってるんですよ。でまあ普通はね、千輪っていう名前つけたんです。千輪、千個は花が、あの一つの株っていうか、一個からね、それでまあ千輪って千も咲くんですか。いや、そのくらいやって、それくらいで、まあ千輪とつけたんですけど、なるほど。まあ一応ね、普通200かね、300ですね。それでも200も300も咲くんですか。そうですよ。まあそれがすごいですね。大作り節ってね、ありますけれども、まあ普通一般にはね、三本仕立ての大菊ですか。まあこれが一番多いと思います。なるほどね。で、畑さん、なんですか、菊作りで一番その大変なとこっていうのはどんなとこなんですか。まあ、大変って言いますかね、ご苦労っていうか、私も学校とかなんかでも教えているんですけどね、やっぱり3つの条件が一番大事なんですよね、で、まあ、1つはね、水の管理、それともう1つはね、その栽培するね、場所、それと肥料、この3つがね、ある程度揃わないといい菊が咲かないんですよ。場所っていうのは水分が含んでるとか、その湿気があるとかっていう、そういう意味ですか。いや、場所っていうのはね要するにこの菊の場合はね、日当たりがいいとか日陰とか、多年草でね、短日草なんですよ。ですから日が短いね、長いでね、うんと変わっちゃうんですよ。ですからその場所の選定ね、栽培する場所をどこでも行ってはいかないんですよ。ですからその今の菊作りは3つね、水の管理、場所、それから肥料ということになると思います。やっぱり菊作りの肥料というのもいろいろあるんですか。野菜作りのじゃなくてあるんですか。昔っちゃおかしいんですが、私30年前はね、自分でみんなね、作ったんですが、今もうね、芝居で立派な売ってますから、それを使ってますが、あ、そうなんですか。産業層ね、市場にコントロールされた肥料ありますから。あ、そうですか。わかりました。それではですね、畑さん、早速ですね、今日 のメインのその菊花店ですか、来月から始まりますよね、それについてもちょっとお話お伺いしたいんですけれども、こちらの方に写真がありますけれども、こちらが真田邸ですね。この前ですね、ここら辺で菊花店を行うんですね。そうです。それはあれですか、11月の、ね、1日から、今年の場合は、16日まで、約半月、そうですね半月やります。これ運び込んだりするのも大変なんでしょうね。そうなんですよ。これまあトラックでね、この月のね、トラックで搬入搬出はやるんですけども、それでなんかお聞きするところによると、そのここのところだけじゃなくて、なんかその文化財施設に、例えば真田邸とか文部学校とか、木口とかいろいろところになんか配って飾っているみたいじゃないですか。いや、それ本当にね、やりたいんですけど、だんだんあれしたいようなもんで、一応、真田邸とかね、獅子口邸に、まあ、若干のものをね、飾らせてもらっておりますけれども、ああ、そうですか、ということで、なんか変なところにずれちゃったんですけども、こちらの方にですね、その菊花店のですね、50年経ってるんですね、これは、畑さん、これはちょっと見ていただいて、これは何なんですか、これは。これはもう、菊花店のね、
前景です。でも真田邸の前でのね、入り口ありますよね、はい、両サイドの、あそこへ大体24軒のね、はい、小屋を作るわけです。でそこへまあ展示するんですが、両サイドにこれありますけど、ね、素晴らしいですね。でこれはあこれも粘土違いますけども、これ、全体のね、三本仕立ての風景ですね、全体のね、大体ね、まあ、今まで38年から今年で53年になるんですけど、大体ね、300点展示してるんですわ、毎年ね、はい、次はこれはどうですか、これも全体のさっきが3本仕立てありましたが、今度はね、ここにはあの県外ね、先ほどのお話ですね、そう県外ね、はい、やっぱりね全体の風景で見るにはね、3本仕立てだけじゃちょっとつまらないんですよ。なるほどね、それで県外仕立てで、その下に短いのありますね、これがね、だるまって言うんですよ。だるま、だるまで両サイドに短いの3本ありますね、これ、福助って言ってるんですよ。おお、いろいろ名前がついてるんですね、はい、次これはどうでしょうね。はい、あこれも、まあ、全体のね、観光客がね今まであそこで、まあ、当番して管理してるんですよ。 だいたい8000から1万人ぐらいね、観客、2週間ですよね、2週間でそれが来るわけですが、それやっぱりご近所の方とか県外とか、いやいや、それが県外が多いんですよ。あそうなんですか、ええ、やっぱり近くの方にもね見ていただきたいですよね。そうですよね、 だから我々このね、菊は町全体にこう PR っていうかね、そういうの今まであんまりやらないんですよ、じゃあ今日最後にね PR していきましょう、はい、よろしくお願いします。これはどうですか。あこれはね、はい、実はですね、この北新にね、地区に4会派があって、はい、長野県菊花連合会のね、県展なんですよ。県展4年に一度ですね、オリンピックじゃないですか、4年に一度ね、はい、真っ白に回ってくるんですよ。でこれ県展の風景ですけども、ずっと下行きましてですね、それでまあ一番、映って、まあね、審査やったね、審査員なんですよ、あそこに映ってね、それ4年に一遍というのは他の地域でやってるんですか。いやで松代があのね、長野県菊花連合会ですが、昔はね上田からみんな入っていたんですが、最近もうね、それぞれの地区でやるようになっちゃって、現在はね、飯山ね、飯山城、それから、はい、豊野のね、リンゴの湯ってありますよね、あそこ、それから善光寺と、それで真っ白と、ああそうなんですか、4回半になって、はい、で次がこれが、ですか、はい、これもそうですね、はい、これも長野県菊花連合会の菊花展ですが、まあ、あのそこにある一番右側のやつがね、農林水産大臣賞なんですよ。これがまあ一番いいんですけどね、私ども素人見ると全部よく見えるんですけど、ね、いやだからいいんですよどこがいい、どこがいいって何かあるんですかね、その、いやあの審査の基準みたいのは、審査の基準はこれはね、長野県夏季試験場のね、場長が一応審査委員長になってやってるんですけども、結局いけばなと同じ込んでね、個人的な感覚で、あ違いますね一応ね、こう飾る場合にね、はい、最低1メートル5センチ以上、一番上は165センチ以下のもんじゃなくて、ね、そうなんですか。で、天地人がね、3つがきちんと揃ってそう、ね、はい、で今度これが菊人形ですか。そうですね、これはね、実はね、菊人形をやる、これ飯田の元善光寺でね、はい、聞く人間やってるってすごい言って勉強しまして、真っ白にやほう、歴史的にね、そうですね、先人が多いでしょ、ですから聞くやろう、それって平成13年から始めたんですよ。13年からですか。13年から、そうすると、
もう10年ちょっと。そうそうそう、もう10年過ぎて。そうですか。で これが、あ、えここはちょっと違う、はい、でこれもそうですか。これも菊人形ですか。これも菊人形でね、ちょうど真田会の、ね、40周年記念でね、ほうほう、これ真田幸俊さんから温暖木ね、小松姫ですか、あ、それを作りまして、そこに写ってる写真は真田家のね、ちょうど右側に写ってるの家族なんですよ、14代とってほしいね、先日もいらっしゃいましたね。そうですね、ここ先日もいらっしゃいました、はい、写ってます、はい、あ、すいません、これ畑さん、これ本物の顔みたいじゃないですか。これなんか本当になんか人がいるみたいじゃないですか、まあ、これちょうどね、風林火山でね、あれの時に、まあ、武田、あ、上杉ね、はい、それと山本勘介とこれも作ったんで、これぐらいにうまく いいですね、できたと思いますよ、はい、でこれはまたいいですね。あ、これ真っ白城がね、修復した、あれ何年でしたかね、十何年の時にね、太鼓門の前でこの菊人形やったんですよ、ね、でこれはね、真っ白の大門踊りね、を一応あれにして作ったものです。でいずれにしてもね、はい、12代当主のね、真田幸春さんが必ず最後にこれ素晴らしいです。これ、はい、これこれ、ね、これですよ。これは何でしょう。長野の冬季オリンピックの時ですね、ちょうどあの、まあ、県外作りでジャンプ台作ったんです、うん、これおー菊でね素晴らしいのを作りましたね。まあ、これなんか非常に、まあ、その時期だ、もう十何年になりますよね。そうですね、だいぶね、もう長野オリンピック過ぎてから何回もね、行われてますんで、はい、すいません、進行下手でだいぶ時間過ぎちゃって、写真の説明だけで終わっちゃって申し訳なかったです。何か一言ありますか、畑さん。30秒、20秒か10秒か。あのね、この北進将棋会っていう、ね、名前はね、最初にね、つけてもらったの非常に良かったんですよ、あの北進将棋区するとね、北進一帯の人が加入できるんですよ、でね、飯山市きっかけ、そういうのというの、でそれが作ったのは、初代のね、倉石秀夫先生。ああ、そうですか。あの人が最初に作った時にね、そういう名前を付けてもらったんです。そうですか。非常にその、大勢入っていただいてね、まあ、40人ぐらいいたんですよ、その当時はね。すいません、もう時間も。まあ、そういうことです。はい、まあ、またね、素晴らしい菊を作っていただいて、まあ、松戸の皆さんね、すべての皆さんにね、またあの心を癒していただきたいと、こんなふうに思いますんで、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあちょっとこちらの方でお待ちください。はい、ご苦労さんでした。来週の予定の前にお知らせを、はい、お知らせね、はい、これも10月、これ、はい、まちづくり研究会って夢空間がやってるやつなんですけど、はい、また今度は3回目ということでね、はい、観光客、はい、まあ、外人さんですね、真っ白に観光客を呼ぶっていうのでも、外人さん、ね、はあ、来てもらうにはどうすればいいかみたいな形のね、これはですね、あそこの神山田の、タイラーさんにちょっと裏から読んでますね。そうそう、透かしてみて、すごいでしょ。すごいね、これがね、ね、10月23日やりますね。これぜひ参加いただきたいなと。はい、ぜひ参加していただきたいなっていうふうに思います。ぜひね、はい、ぜひおいでくださいね。はい、そんなことでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ続いて、はい、続いて来週の予定を。はい、来週はね、マリオさんにやっていただきます。久しぶりですね。久しぶりです。はい、はい。
で、はい、聞いてくれないの？なんでしょう、うん、だから18回ふるさと音楽会っていうのがあるの、はい、あの文化ホールで毎年やってるの、これで18回目でね、はいはい、でこのほかにね、事務局の方と、今度は特別でね、久保さんって方、なんか、まあ、あの八代高校の、ね、方で結構、有名な方らしいです。そうなんですか、はい、先生なんです。うんうん、学生さん。あ、学生さんで。そう、ちょっとね、有名な方だって言うんで、ちょっと私も楽しみにしてるんで。あ、私も楽しみです、うん、そんなことで来週はね、面白いと思います。わかりました、はい、本当にあのお楽しみにね、皆さんも、はい、教えていただきたいと思います。はい、はい、じゃあそういうことで、それでは来週のしゃべりとりましろ、どうぞお楽しみに。お楽しみに。松代